皆さんこんにちは、動物写真家の半田夏実です。今回は Z9 ファーストインプレッションをお届けします。ではまずプロフィールの方から簡単にご紹介させてください。私は地元北海道で野生動物の写真を撮影しています。普段は看護師として働いているんですけれども、夜勤明けだったり休みの日を利用して山や森に入って動物を探して撮影しているという形になっています。撮った作品は京王プラザホテル札幌さんとコラボレーションで使っていただいたり、アパレルブランドキャンプセブンさんと一緒にグッズを作ったり、ドリップコーヒーのパッケージに使っていただいたり、いろいろな形で作品を使っていただいております。撮影した作品はこのような形で病院の受付の壁の方に展示していただいております。来ていただいた患者様がまず視界に入るようなところに展示していますので、来た時に少しでも気持ちがほぐれるといいなと思っております。あとは病院の売店の方にですね、このような形でオリジナルの動物パッケージのドリップコーヒーを販売していたりですとか、写真集の紹介、あとカレンダーの紹介というふうに展示していただいております。でこのように病院の壁に写真を飾らせていただけるっていう機会があるのがすごくありがたいことで、5月に病院も引っ越ししたんですけれども、その際にわざわざこの写真を飾れるようにですね、壁のところにスポットライトまでつけていただいているっていう、病院からも応援していただいてますし、実際見ていただいた患者様からも嬉しいお言葉をたくさんいただいてまして、そういった面では撮影して終わり、自分で楽しんで終わりだけではなくて、また違う形で人の役に立てるっていうことはすごく私の中でも嬉しいことですね。なのでフルタイムで仕事を、看護師としての仕事もすごい忙しいですし大変なんですけれども、同じぐらいの熱量を持って取り組めるこの写真ですね、写真の活動っていうのもすごく私の中では大事でして、どっちが副業っていう感じもなく、両方同じ熱量で同じだけ人生注いでやってるっていう感覚ですので、このそうですね、私の熱量を持って撮った写真をまた見て、患者様だったり、他の普段応援してくださっている方にこうなんかエネルギーが届けられたらいいなと思っております。あとはですね、昨年2021年にですね、自身初となる写真集ピリカを発売いたしました。でこういった形で、いろいろな作品をまとめさせていただいております。ピリカというテーマでニコンプラザ、東京大阪のザ・ギャラリーの方で写真展を開催いたしました。でその際にですね、たくさんのお客様に来ていただいたんですけれども、中でもちょっと印象に残った、エピソードがありまして、13歳の女の子がですね、私の写真を見て野鳥の撮影を始めたと言ってくださいました。素敵なことだなと思いまして、一人の人生に何かしらの影響を与えた、人の心を動かせる写真の力っていうのを、その時実感いたしました。で写真展の時には必ずいつも、感想ノートというものをですね、私用意させていただいているんですけれども、今までいろんなところで行ってきた、写真展のですね、感想ノートをこうやって記録として撮ってあります。で撮影する中でやはり病院の仕事と両立する中で大変なこともいろいろありまして、心が折れそうになることもあるんですけれども、これを見てですね、いつも励みになったり元気をもらっています。すごい私にとって大事な宝物のノートになっています。そもそも私が野生動物写真を撮っている理由なんですけれども、私今まで北海道にずっと住んでいて、身近に野生動物がいるといえばエゾシカとキタキツネぐらいしか知らなかったんですけれども、カメラを始めて間もない頃にですね、公園に行ったところですね、一匹のエゾリスがいました。で、こんなに野生のエゾリスが身近にいるんだっていうことにまず感動してですね、そこからどんどん野生の動物の魅力にはまって撮影を今続けているんですけれども、撮影していく中でですね、最初は可愛いから始まってハマったんですが、どうも可愛いだけじゃ終われないなというシーンがたくさんありましてですね、例えばこちらの写真なんですけれども、エゾフクロウのヒナとお母さんがですねいるシーンなんですが、実は加えているものがですね、エゾモモンガの尻尾になります。エゾモモンガはフクロウのご飯として捕食されたんですね。で私エゾフクロウもエゾ
エゾモモンガも両方大好きなのでちょっと動揺は最初したんですけれども、命をつなぐための大事なバトンだと思ってですね、すごい感動しました。でこういうシーンっていうのは普段なかなか見ることもできないですし、何かこう命の重みといいますか、熱いものを感じてですね、こういう本当の野生の姿っていうのもしっかり見ようと思って、撮影に取り組んでいます。私は可愛い動物の写真だったり、美しい動物の写真もちろん大好きなんですけれども、やっぱりですね、少し生々しいかもしれないんですけれども、ありのままの自然の形っていうのを作品としてお伝えしたいので、こういったシーンも撮影しています。でこれはですね、キタキツネがエゾシカの死体を食べているところですね。こういうのはですね、カラスが周りに集まっていたりとか、まあ、トンビとかの猛禽類が集まっていると必ず何かしらはあるなっていうのが分かりますので、その付近を散策しましたら、このエゾシカの死体がありました。で少し待っていたらですね、すぐキタキツネが来て食べてましたね。これは谷の対岸に私がいて、谷の反対の斜面にキタキツネとシカの死体があるっていう構図です。こういうのも無理に近づいてしまいますと、警戒してせっかくねごちそうを食べているのに逃げてしまいますので、かなり離れた600ミリの望遠レンズでさらにトリミングして撮るぐらい離れて撮影しています。でこちらもですね、エゾシカが、死んでいたので、それを待っていたら来たのがクマタカでしたね。クマタカもかなり警戒心が強いので、少し離れた場所でカメラを構えていました。でこの子は幼鳥なんですけれども、美味しそうにですね、エゾシカの死体を食べていました。でこうやって一つの命が失われる中で次の命をつないでいるっていうのを垣間見ることができるのも野生動物の写真の魅力なのかなと思います。でこちらはですね、8月になりますと海からカラフトマスが卵を産むために川に戻ってきます。でこういうのはまた動物たちにとってかなりこう貴重なごちそうになりますので、こういうところを散策することで動物に会う確率が増えます。で闇雲に歩くのではなくて、何かこうフィールドサインといって、例えば食べた跡がないかなとか糞がないかなっていうのを探って散策していきます。でこうやってですカラフトマスの死骸が、たくさん落ちているんですけれども、かなりですね腐敗臭が匂いが強かったりですね、辺り一面ちょっとまあ蛆が湧いていたりっていう、そういう生々しい現場ではあるんですけれども、やっぱりこういう命の営みだったり命の循環というものをですね、ゆっくりフィールドを歩くことで体感できる、まあ、非日常、私からしたら非日常なんですけれども、自然界では日常がそこにはある、それを感じれるのが、一人で散策して得られる楽しさだったり、奥深さなのかなと思います。散策しているとですね、いろんなものが実は落ちています。動物たちに近づくためのヒントが落ちているわけですね。例えばですね、川沿いを歩いていますと、さっきのマスを食べた跡が残っていたりですとか、鳥の糞ですね、猛禽類が残したであろう大きめの糞が落ちていたりします。そういうのを見つけるとですね、ちょっと嬉しくなるんですね。ここが餌場なのかなっていうことが想定できます。何回か通っているうちに何回もそこに同じ場所があったとしたら、餌場確定になるわけですね。例えば猛禽類が残したちっちゃな羽なんかもこう目ざとくですね、こう見つけていって、ちっちゃいヒントを紡ぐように散策していくと、こういうふうにたくさん のヒントに気づけるようになってきます。でそうして待って撮ることも、あります。たくさん観察することで、見えてくることも、あります。例えばですね、こちらの写真なんですけれども、こちらはですね、エゾモモンガが、たくさん巣材を溜め込んだ跡になります。ブドウの木のツタの皮がですね、いっぱい入ってるんですね。でずっと観察していたので、あ、ここに子供を産むための、ね、巣を作っているのかなと思って、通っていたんですけれども、ある日ですね、見てみるとこのように巣材が外に出ていたんですね。で私遠目で見て、これエゾモモンガの尻尾じゃないかなと勘違いして、慌ててこう駆け寄ってですね、見たところ、中の巣材だったので安心したんですけれども、まあ、中の巣材が出ているってことは何か動物に襲われた後だったので、あ、モモンガたちやられたのかなと思って心配してたんです。そしたらカサカサ聞こえてきて、見上げたらですね、はい、エゾクロテンがこちらを見ていました。かなりこうラッキーだったんですけれども、まあ、エゾクロテンは可愛い顔をしているんですが、肉食のハンターですので、エゾモモンガも食べちゃうんですね。あ、これはモモンガたちやられちゃったのかなと思ったんですが、後日来てみたらエゾモモンガたち4匹とも
飛び回っていました。でですね、3月になった頃にですね、とてもモモンガの動きが活発になったんですね。でそろそろ交尾するのかなと思っていたらですね、本当にいきなり交尾が始まりました。で私結構ここの森に行くんですけれども、普段からヒヨドリっていう鳥がずっと鳴いていたりとか、アカゲラやコゲラといったキツツキがですね、木をコンコン叩いている音が溢れているんですね。でこの時も日常普段と全く変わらない、コゲラが木をつつく音だったり、ヒヨドリが鳴いている声だったりっていうのをずっとしてました。で何ら変わらない日常の中で、こうやって人知れず静かに音もなく新しい命が紡がれているっていう光景を目にしてすごく感動しましたですね。ゆっくり観察して、これでむやみにね近づいてしまうと交尾をやめてしまうかもしれない。あくまでも、この子たちのフィールドにお邪魔させていただいて撮らせていただいていますという気持ちを持ってですね、謙虚な気持ちで撮影に取り組むことを私はすごい大事にしていますので、この時もですね距離を取って、私は動かないようにして撮影していました。でこちらはエゾライチョウになるんですけれども、エゾライチョウもすごく警戒心が強い鳥ですね。なんですけれども、一人でこうずっと座っているとですね、向こうから近づいてきてくれることもあります。全く音のない世界で、このエゾライチョウと私の二人だけの空間がそこにはあってですね、とてもその空間が愛おしいと言いますか、なんか一緒にいてくれてありがとうって気持ちになりました。で普段エゾライチョウの声っていうのは結構高い声でピー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 っていうリズムでこう鳴くことが多いんですけど、この時初めて身近で静かな空間でこの子と対峙した時にですね、鶏を思わせるようなこうクククククククっていうちっちゃい声を実は出していたんですね。そういうのも全然私知らなかったんですけれども、ゆっくり対峙することで新たな発見があってとっても面白かったです。そういう発見の積み重ねが新しい撮影スタイルにつながったりですとか、どういうふうにアプローチしようかなってこうプロセスを考えるきっかけにもなりますので、動物写真の楽しさでもあるのかなと思いました。でですね、観察していく中でまずいろいろ調べたりもすることあるんですけれども、全部を鵜呑みにしない方がいいっていうのを何回か学んだことがありまして、例えばですね、エゾモモンガは巣の中では排泄しないっていう本を見たことありますし、別のカメラマンからその話聞いたことあったんですけれども、自分が観察していたモモンガの巣がですね、後日ゴジュウカラっていう鳥にこう奪われたんですね。でそのゴジュウカラはモモンガの巣材を全部お外にペッペッペッと出しました。でその巣材を私は観察しに行ったんですけれども、よくよく見たら巣材の中にですね、ちょっと見づらいんですけど、糞がすごい絡まって中に入ってたんですね。でさらに匂い嗅いだらすごい尿臭もきつかったんです。ってことは個体によっては、このように巣の中で排泄する個体もいる。だから決めつけないでいろんな、ことをですね、自分で観察して自分が見たものが確実な個体ですので、それの積み重ねで撮影に生かしていくっていうこともしています。茶色いのがいっぱいこの辺散らばってるんですけど、これ巣材ですね。巣材が出されちゃってますね。結構モモンガの巣ってコゲラとかそのシジュウカラとかゴジュウカラとかそういう小鳥に奪われるといいますか、乗っ取られることあるんで、もしかしたら鳥に出されちゃったかもしれないですね。頑張って集めたであろう巣材がいっぱい落ちてます。どこの巣材だったんだろう。結構その上の木にも穴開いて、何年か前にモモンガ住んでたことあるんで、もしかしたら古い巣材を出した可能性もあります。なんか全然匂いもないし、すごいドライで乾いてるから使ってないのかもしれないですね。で離れている時の被写体を探す時に私必ず使うのがですね、こちらの双眼鏡ですね。モナークシリーズになるんですけれども、やっぱり肉眼で見るには限界がありますので、気になるものがあったら必ずこれで確認します。
でこの時もですね、まずカラスが飛んでいたので何かはあるなとは思ったんですけれども、実際どこにあるかがわからない、そういう時は必ず双眼鏡を使って確実に見つけ出す、で見つけたらカメラをセットするっていうふうにしています。かなりこれ優秀なので、暗い時間帯でもすごく見えるんですね。動物って薄暗い時に動くことが多いので、こういった暗さに強い双眼鏡っていうのは私にとってかなり、大事なアイテムになっています。今までは D850、Z7、Z7II と使ってきて、特に不満なく使ってはいたんですけれども、 Z9 が出るということを聞きましてですね、より AF 機能が向上した、なおかつ連写の枚数が20枚、秒間20枚撮れるということで、動物撮影においてすごい大事なことだったので、とても興味がありましてですね、私も早速購入いたしました。で実際に1ヶ月使ってみてるんですけれども、撮れた写真をちょっとご説明させていただきながら、どういう手応えだったかっていうのをお話ししたいです。まずこちらですね、キタキツネなんですけれども、Z7II の時からですね、キタキツネに瞳 AF はバシバシ来てたので、特に驚きはしなかったんですけれども、この時もですね、手前側に草がいっぱいあったので何回も顔が切れている状態だったんですが、ずっと粘り強くフォーカスが来てくれました。もちろん解像度も文句なく、とても美しい写真に仕上がっています。でですね、今度はですね、鳥にも AF が効くということで、すごい楽しみにしていたんですけれども、この時はですね、動物に出会えなくて、私雪の上に座っておにぎりを食べていたんですけれども、急にですね、この灰色虫飛が飛んできてですね、慌てておにぎりを雪の上に置いてですね、カメラを向けて撮りました。でこの時はオートエリア AF っていうのを使っていて、どこに来てもこう灰色虫飛の目にですね、ピントが来てくれたので、とても簡単に画角に入れることができましたし、秒間20個まで連写しているので、羽ばたきの羽の角度がですね、いろんな形で撮影されたんですけれども、自分が好きな羽の角度で作品として残ることができました。でこういうのってやっぱり秒間20コマの恩恵だなと、その時すぐに思いました。でですね、 AF の性能が上がったということで、今度は小動物はどうなのかなと思いまして、エゾリスですね、エゾリスを撮影に行きました。で雪の上をこうすごい流れるように走るんですけれども、その時もですね、全部漏れることなく AF が追尾してくれたんですね。で、言うても白い背景なので、ピントがあっても当然なのかな、ここまで来るとって思ったんですね。で例えばじゃあ木の中にいるリスはどうなんだろうと思って、違うリスにですね、カメラを向けてみました。でこの時は雪も降ってましたし、手前側に木もあったんですけれども、ずっとこれを私の連写の画像なんですけれども、ずっと追ってくれてるんですね。一回手前側の木に顔も体もこうかぶってですね、見えなくなったんですけれども、それでもその後リスが抜けた後、AF の方も追尾してくれてるのが見てわかると思います。でこれでかなり私は感動してですね、こんなに進化したんだと、これは買ってよかったなって心から思った瞬間でした。じゃあさらに、難易度を上げてみようと思いましてですね、エゾリスはですね、地面じゃなくて木の上も走るように移動するんですね。見たことある方だったら分かると思うんですけども、入り組んだ枝の間をすごい速さで走るんですね。これはさすがに AF どうなんだろうと思いまして、カメラ向けたらですね、ちゃんと他にもいっぱい木の枝がある中でエゾリスだけをこう追ってくれたんですね。でさらにですね、エゾリスが木から木にジャンプすることがあるんですけれども、それもパシッと撮れました。私これ1回しかトライしてないんですけど、1回で撮れたっていうのがもう自分でもびっくりしてですね、これ腕じゃなくてカメラが進化したおかげかなってちょっと思ったんですが、そういった意味ではですね、すごい新しい可能性を感じましたし、これからもっともっと楽しめるんじゃないかなと思いました。でもちろん止まっている写真もですね、美しく写すことができます。でこれ Z9 に 100-400mm のズームレンズつけてるんですけれども、後ろの玉ボケがですね、相変わらずさすがニコンっていう感じですね、すごい美しく撮ることができました。で止まり物を私撮るとき、なるべく背景がドラマティックになるようにですね、注意して撮るんですけれども、こういう玉ぼけ作るときはですね、後ろに冬でしたら葉っぱが落ちない針葉樹、北海道でいうとトドマツですね、トドマツの葉っぱが落ちないので、その間が玉ぼけになりやすいです。だから背景に松を持ってくるととってもいい、作品になるので、私は好きで撮ってます。でやっぱりですね、冬ですので毎年撮ってるエゾモモンガですね、私大好きなんですけれども、この子たちも美しく撮りたいなと思って、森に行ってきました。でこの時は運よくですね、3匹が同じ木で餌を食べているシーンなんですけれども、やっぱりせっかく Z9 なので飛んでいる
木から木に滑空して飛んでいるモモンガを撮りたいと思ってちょっとチャレンジしてみました。今まではすごい大変だったんですよ。モモンガが飛んでくるシーンっていうのはすごい早いのでなかなかうまく撮ることができなかったんですね。 Z9 になってからどうかなと思ったんですけども、 Z9 私使ってみてすごいまず嬉しかったのがブラックアウトしないことですね。今までは撮ったら一回画面が暗くなるのでその間にモモンガが抜けちゃうとどこ撮っていいか分かんないですし、もう気づいたら終わってるんですよ。なんですけれども今回はずっとモモンガが見えてるんです。なのでモモンガが飛ぶコースさえ分かればそこのコースに行ってですね自分は構えているで必ずファインダーの中にモモンガを入れておくことであとは秒間20個まで撮ってくれるので、かなりこう打率が上がるんですね。で写真見ていただければ分かると思うんですけどちょっとぼやけて見づらいんですけど、まずはですねこういう状態でちっちゃくモモンガが写ってますね。でこの時は置きピンといってマニュアルフォーカスでですね F5 前後で合わせて、カメラを向けています。でモモンガがずっとまず飛ぶ前にですね木の上上がるんですけどもモモンガが上がったなと思ったら構えて飛んだと思ったら押し始めます。で最初やっぱり置きピンなので奥にいるモモンガぼやっとしか見えないんですけどだんだんこう近づいてくるんですね。あ近づいてきたと思ったらバシッとピントが来るカットが今あったかと思うんですけれどもそれが常に見えてる。これはリアルライブビューファインダーといってですねずっと目視できるんですよ。モモンガが来ることがこれってすごく撮りやすいことでですね本当に画角に入れやすい。あとは押すだけっていう状態ですね。でバシッとあったカットだけを作品として残せるっていう状態になります。なのでこう撮影をしてる時からもう作品の出来上がりが分かっているっていう結構革命的なことですよね。なのでこう順番にモモンガが来てバシッとピンと合った時目で見えてるのでそれがまた面白くてですねあ撮れた可愛いっていうのがね、そのまま見れますので楽しい撮影になりました。で横から来たりですね正面から来たりいろんな場面でも同じ置きピンでですね撮影すればかなり打率よく撮れます。今までだったら本当ワンシーズン何カットかしか撮れなかったものが私 3,4 回ですねモモンガ撮りに行ったんですけど毎回作品残せるぐらい打率が上がってます。それぐらいですね秒間20コマの恩恵と、ずっと見えてるっていう状態はですねかなり有利だなと思いました。私が動物と向き合う時に気をつけていることがありまして少しでも動物にストレスがかからないように撮影するにはどうしたらいいかというのを考えています。そこで Z9 はですねサイレントモードで全く音が出ない状態でシャッターを切ることができます。どうしても人慣れしていない個体ですとパシャっていう音がするとこっちを向いてしまうこっちを意識してしまうんですね。その瞬間に自然体ではなくなってしまう表情になりますしやっぱり音がないことで動物たちもリラックスできると思うのでとてもそのサイレントモードはありがたいです。またですね高画素、高画質ですのでトリミング体制がかなりあるっていうのもすごく重要なことですね。動物は、むやみやたらに距離を近づけない近寄れないシーンがほとんどですので、小さく撮っても後で大胆にトリミングできるそれで作品になるのであればとてもありがたいことではないのかなと。どうしてもね近くでアップで撮りたくて寄りたい気持ちはあるんですけれどもそこで無理に寄ってしまうと動物たちが驚いて逃げてしまったりそこで不快な思いをしてしまうともしかしたら翌年そこに来てくれないかもしれない、来年も変わらぬ生態でまた来年もまた再来年も会いたいという気持ちで撮影するのであればなるべく嫌なことはしない自然体でいてほしいという気持ちで撮影した方がいいと思うんですね。でそういった気持ちの面での、気持ちの面でもですね Z9 は私にとってはすごくありがたい相棒ですしとても使いやすい機材になってます。で今回ですね Z9 にこちらの100-400のズームレンズをつけて撮影させていただいたのもあるんですけれどもまず持った感じですね重いのかなって思ったんですけどとても安定感があるっていうんですかねこう伸ばした時も重さの重心が変わらないっていうのがすごく魅力でして、負担なくそういった面では撮影することができます。で画質もですねズームレンズだとどうしても単焦点レンズに比べると落ちるのかなって思うんですけれどもエゾリスの写真を先ほど見ていただいた通りですねとても玉ぼけも綺麗ですし毛並みもはっきり写りますのであズームレンズでこんなに綺麗に写るんだと私は感動しました。やっぱりズームレンズっていうのはとても便利な
ことがありまして、基本はアップで撮りたい、まあ、動物が遠いってことで400ミリで撮ることが多いんですけれども、あの先ほどみたいにこう背景が綺麗なシーンっていうのはどうしてもその背景を多く撮り入れたいですよね。だけど動物はずっといてくれるわけじゃないので、レンズを取り替えるタイミングがないんです。ですので、こういう時はじゃあ100ミリにしようってすぐあの画角を変えれるのも、とてもこの動物撮影においては便利だなと思いましたし、とても、仕上がりの綺麗なレンズになっているので、とても使いやすい一本になってます。車の中ですね、車中泊ができるように寝袋がこうやって準備されているのと、あと下段の方には使うアイテムがこう入るようになっています。今回で言いますと、まあ、スノーシュー、あと冬場は埋まったりするのであのスコップも積んでますね。あと、まあ、大きいレンズに三脚っていう形 で今回使う持っていくカメラですね、 Z9 と100-400レンズ、あとは、カバンの中なんですけど、まあ、暗くなった時用にヘッドライトだったりですとか、あと双眼鏡、あとはもう一本念のために 70-200mm のレンズと、こういう、ダウンですね、防寒具が入っています。まあ、こういうものを、背負って、散策に行ってみたいと思います。昨日の夜に雪が降って、今降ってない状態なんで、まあ、今日の朝方歩いた新しい靴の足跡かなと思います。まあ、雪の状態によってね、あの新しいもの、古いものって分かるのが冬の撮影の楽しいところかなと思います。で、ここに続いてるのがエゾユキウサギが歩いた跡ですね。あの後ろ足が前側に来て、前足が後ろにつく感じなんですけど、こう形がミッキーマウスの耳の形みたいで分かりやすいです。でこれは、新しく雪がかぶさってるんで新しいものではないです。今年ちょっと撮影しようと思っているものなんですが、あのこちらの手前側に見えているかなり穴が低いところにある石なんですけど、そこのモモンガを取ろうかな。でここには、今の段階では3匹、越冬のために集団生活をしています。でちょっとあの何匹いるか、もしくは何時に出ているか何時に戻るかっていうのをあのちょっと観察するのにトレイルカメラをですね正面の木につけています。でそれを記録して、まあ、どういう動きかを見ようと思うんですけど、今のところ動きがバラバラすぎて、あの大体何時に出るっていう予想が立たない状況です。で、モモンガが出たらですね、大体トレイルカメラの映像を見るとその真ん中の細い木にピョンと飛び移ることが多いんですね。でそのまま上がっていくので、まあ、そこを撮れたらなと。で時間によってはここ夜景が背景に入るので誰もまだ撮っていなさそうな夜景とエゾモモンガっていう写真を今年はちょっと狙って撮影しようと思ってます。で今年モモンガの撮影を集中するにあたって、このようにですねあのベースキャンプとなるテントを張っています。さっきのトレイルカメラもそうなんですけど、ここはあの私有地を、お借りしている場所なので、こういうふうに物をちょっと残置といって、まあ、置かせていただいても、まあ、問題なく撮影しています。もう一つ便利機能があって、イルミネーターといってですね、実はここのボタン全てが光るんですね。でこれって結構時間帯によっては薄暗かったりしてあのボタンがわからないので、今まではヘッドライトつけてたんですけど、まあ、動物がもしも出てた場合いきなりヘッドライトつけるのもちょっとあのかわいそうなので、こういうライトがなくても手元がわかるボタンっていうのはかなり嬉しい機能です。
かなか思うように撮影できないのが野生動物写真の醍醐味だと思うんですけど、まあ、だからこそ撮りがいがありますし、この新しい Z9 という相棒で、夜景とモモンガの撮影に挑戦していきたいと思います。今回のテーマがエクスペリエンスインスピレーション、ひらめきに出会おうということだったんですけれども、実際に私が Z9 を使ってみて、いろんな体験、いろんなひらめきがありました。今まで撮ってきた動物も全部撮り直したいって思うぐらい今ワクワクで溢れています。初心に帰ったような今気持ちになっているんですけれども、新しい作風がこれから生まれるんじゃないかなと思っています。皆さんもぜひこのひらめきを体感してみてください。ご清聴ありがとうございました。